はい、今日もですね、雑談のチャンネルの方にお越しいただきましてありがとうございます。同じ雑談でね、ボイシーの方は、月曜日から金曜日ですか、6時10分ぐらいからね、やってます。まあ土日はちょっとね休もうかなというふうに思ってますけど、こちらの方もね、雑談の方、前は結構やってたんですけどね、最近が愛犬空と孫の話ばっかりになってますけど、やめたのがですね、ま、なんかいきなり最初から愚痴っぽくなるんですけど、結構雑談っていうのは、まあボイシーもそうやけど、昭和親父のね雑談ですというようなことで誰かを特定もしてなくてですね、一つの話として一般論としてこう話してるんですけど、裏切られたとかこういろいろ言われるんですよ。うん、で、結構こう、それが辛いなっていうかね、そういったのが実際あります。で、コメントをくれた方に会ったこともないしですね。うん、ね、こう、わからないのに、裏切られたって言われても、自分はこう、一般論で言ってるし、して、まあ、ね、昭和親父のちょっとこう、古い考え方なんで、はい、本当聞き流してください、っていう感じでこう言ってるんですけどね、ちょっとそういったのが続いたので、実は辞めたみたいなところが、正直なところなんですよ。はい。初っ端から言い訳なんですけどね。うん、ですから、今回またね、もうボイシー始めたんで、じゃあまたやるかっていう、こう、気持ちになってるからですね。はい。またそこら辺は少しこう、多めに見てですね、はい。軽く聞き流してくれるといいなというふうに思います。はい。そういうことで、どうですかね。はい。ということで、今日ちょっとこう話していこうと思いますけど、もう2年ぐらいなり、前になりますかね。やっぱりこの雑談のチャンネルの方で、挨拶についてちょっと話したいけど、まあもう一度ですね、ちょっとお話ししようかなと思います。やっぱ挨拶っていうのが人とのこうコミュニケーション。うん。特にね、今回やっぱコロナもあったから、一回みんなが疎遠になって、まあまたね、こう接触が増えてきた。うん。そういった中で、やっぱり人に直に会って、いろいろ話したり何したりするっていうのはまずこう挨拶から始まるんで、もう今一度ですね、やっぱ挨拶って重要だなっていうようなことで、まあそんなこと言われなくても分かってるよ。できてる人はすぐできるからですね。うん、なんていうことないんやけど、まあちょっとそれについてですね、こう話をしようかなと思います。で、挨拶って。まあ自分のためでもありますよね。自分のためでもあるんやけど、実は相手のためでもあるわけですね。うん。人によってやっぱ承認欲求ちこう大小様々なんやけど、やっぱり挨拶をするっていうことは相手をこう尊重してるっていうか、うん。相手のこう、ね、承認欲求を満たすとかそういったことがあるので、自分のためでもあるけど、相手を尊重してるそういったところがあるからですね。やっぱ挨拶っていうのはこう簡単、簡単って言ったらダメですよ。簡単じゃない。大事なことですね。うん。だけど、あれですね、やっぱなかなか挨拶ができない、うん、こう習慣づいてないとかね、恥ずかしいとかいうのがあると思うんですよ。うん。まあ、自分とか田舎出身だったので、挨拶って、もう知らない人でも挨拶してました。まあ今はね、こういろんなことがあるから、知らない人に挨拶するなっていう、こう、ね、教育になってるけど、自分たちそういう時代じゃなかったんで、とにかく道ですれ違ったら全員に挨拶しろという、こう、田舎だったからですね。だから普通にこう、習慣づいたんですね。うん。で、しかも自分野球部だったから、野球部ちまった特別ね、まあ武道も結構厳しいが、挨拶はかなりやっぱ言われるからですね、自然とこう身についた。だから挨拶をすることにこう抵抗感はないんですよね。うん。だけどまあですね、中学校、高校ぐらいになると、こうまあいわゆる思春期の時になると、なんかその挨拶自体がね、照れくせえなとかこうあってですね、こうなかなかちゃんとできなくて、よくお袋とかから、あんたもう、もういい年なきゃ、ちゃんと挨拶しなきゃとかってやっぱりよく言われてたんですけどね。今もね、あんまり得意じゃないかな。うん。形式ばってやつが嫌ですね。もう50の半ばも過ぎたんで、やっぱちょっとなんかね、こう会議とか行ったら、なんとかに置かれましてやとか、やっぱみんな言うんですよね。うん。お喜び申し上げますとか言うけど、そういったのっていうのがね、本当に苦手ですね。うん。司会とかするのはいいんですけど、そういう堅苦しい挨拶っていうのはもうなんかね、ほんと自分が嫌です。だから、そういうことで、ね、なんとかに置かれましたよとかね、
お喜び申し上げますとか、そういったことは本当今も恥ずかしい、うん、だから挨拶するのが恥ずかしいっていうのは、分からんでもないなっていうのがありますけどね、うん、だけども普通にあおはようとかいうのはやっぱ恥ずかしがるの、それはあ全然できます。でやっぱ挨拶っていうのはね、まあ人間やから好き嫌いいろいろあろうかと思いますけど、やっぱりね、どんな嫌いな人でもおはようぐらいは言った方がいいですね。どんな嫌いな人でも、うん、自分も、もうこいつどうかなと思いながら挨拶だけやっぱね、こうきっちりするようにしてます。で挨拶っていうのはあれですね、普通何かをこう印象を変える云々とかいうのがある場合に、それをやっぱ得得するのち結構こう時間がかかったりするんやけど、挨拶っていうのは心がけ一つなので、技術とかいうのはあんまり要しないですね。うん、その気にさえなればできることですよね。うん、で、まあテクニックっていうのはやっぱりあれですかね、やっぱ常に笑顔で明るく爽やかな感じで、おはようございますってこう言えるとね、こういいんですけど、うん、まあそこがテクニックといえばこうテクニックなんやけどね、うん、まあ大きな声でとかあるけど、まあこれこう娘たちから言われるけど、いやお父さん声が大きいから大きな声でって言うけど、そんな出ないんよって言うから、あ、そこからちょっと自分を大きい声でってはこう言わない、相手に認識するように挨拶しましょうっていうようにしてます。本当声の代償っていうのは人様々だからですね、うん、だからまあ大きな声でっていうのはちょっと個人差があるから、ただ相手に認識される挨拶をしなきゃ意味がないなっていうふうに思ってます。で挨拶のできない人ほど相手から認識されてないのに挨拶してるって言うんですよね、うん、だけど認識されてないから、それしてないのと一緒なので、はい、小さな声でもいいから相手がはっきり向こうもおはようっていうような感じで認識される挨拶をしないと効果としてはまあ全くないからですね、うん、そこだけはその心がけとった方がいいかな。よく言いますよね、会社とか言いますよ、おはようございますとか言うけど、もう誰も返事しない、声が小さすぎたり本当に挨拶しようという意思を感じないからですね、うん、みんなが言ってるからやってる中だけ、そういう人もいるからですね、うん、だから、やっぱりそこはこう認識される挨拶をきっちりねするべきやなと。でやっぱ外部に行っても思うんですね、そこの経営者が変わったりしたら、途端にそこの会社っていうのが挨拶しっかりしましょうとかいう、ね、指示とかなされるとみんながしだすんですよね。そうするとそこまで、それまであったそこの会社の印象値ガラッと変わるんですね。ガラッと変わる。ただ挨拶するだけでですね。うん。だけど意外とね、これできてないことが多い。簡単にできるんやけど、その簡単なことをしない。けど、簡単なことをやると、ガラッと印象を変えることができるからですね。うん。やっぱり挨拶っていうのは、本当にやっぱ大事なことだなと思います。それと、あとはあれですね、分け隔てない挨拶っていうのが絶対大事やなと思います。偉い人とか上の人にはするんやけど、部下とか下の方にはしないっていう人もよく見受けられるんですよね、うん、だけどそれ下の方とかもそこ辺っていうのはもう敏感に感じ取ってるから、やっぱそこでねちょっと人間性をこう見られるんですよ、うん、それは俺だってありますよ、多少目上の人そうじゃない人と、若いやつに対してのこう挨拶の仕方とかいうのはこう変わったりするけど、挨拶だけはきっちりする、うん、やっぱりここで分け隔てのない挨拶というのがやっぱりその人の人間性をねこう見られるというか、うん、だから、本当に分け隔てのない挨拶だけっていうのはねきっちりした方が、いいんじゃないかなって、うん、いつもねこの話は本当若いやつとかにいつもするんですけどね、うん、まあ本当ね自然とできるやつはできるし、できないやつはなかなかね口を酸っぱくしてもね、うん、できないもんですけど、まああれですね、うん、だからそいつにとっては普通に習慣づいてるやつは このことって苦にならないけど、今までできてなかったね人っていうのはなかなかこのことが簡単でしょっていうものの苦痛だろうなとは思いながらですね、だけど、いろんなこと人とのコミュニケーションを図る上で最も簡単な手法だよって、効果が高いよってこう言います、言ってるんですけどね、はい、だから
まあそういったことがね、これご視聴してくださってる人の周りにもいるかもしれんけど、まあちょっとね、この動画見てくれてる人の大半が40歳から60歳ぐらいの間の人やから、うん、それよりも目下の人とかにね、もうずっと言い続けて人生の先輩として、教えていくしかないのかな。あと自分のお子さんとかですね、はい、そういったことが大事かなと思ったんで、今日はちょっとですねお話をさせていただきました。以上、いつもの昭和親父の雑談でした。はい、ということで、今日のね、動画を終わりたいと思います。動画をいいと思っていただけるか分かりませんけど、チャンネル登録等していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。